皆さんこんにちは、ピカルです。今日の動画はハニーズの秋のオフィスルックブックをお届けしたいと思います。はい、というわけで毎回大好評なオフィスルックブックなんですけれども、まもなく10月になるということで、秋にぴったりなオフィスカジュアル8コーデをお見せしていくので、ぜひ最後まで見ていってください。このチャンネルでは大人かわいいスタイルアップコーデを紹介しています。ヘアメイク含めたトータルスタイリングを提案しているので、おしゃれになりたい方はチャンネル登録お願いします。それではルック1行ってみましょう。ジャガートスカートとスタンドフリルブラウスを紹介します。オフィスコーデで大活躍なフレアスカートは何枚持っていても本当に使えます。私が身長162センチで膝下15センチくらいの丈感です。長すぎず短すぎずで、小柄な方も着やすいかなと思います。足元はパンプスを合わせて綺麗めなコーデにしてみました。ハリ感のあるジャガード生地で、ふんわりとしたシルエットがとても可愛いスカートです。後ろウエストにゴムが入っております。サイドチャックで着脱できるタイプですね。透け感は気になりませんでした。そしてこちらのスタンドネックブラウスなんですけれども、ツヤっと光沢感のある素材です。お袖がギャザーになっていて、腕まくりもしやすいです。そしてバッグは収納力が抜群で、肩掛けもできるタイプになっております。コーデに合わせやすいピンクカラーになっているバッグでした。はい、では次のコーデ行ってみましょう。次はきれいめコーデにしていきます。 BG ストレートパンツを合わせていきます。ハニーズで大人気のシリーズになってます。こちらにハイネックブラウスを合わせていきます。オフィスでもプライベートでも大活躍しそうなブラウスです。そしてこちらにテーラードジレを合わせてコーデが完成です。毎年秋になるとやっぱりジレを着たくなるんですけど、皆さんはどうでしょうか。こちらにヒロインポインテッドパンプスを合わせて、バッグは A4 トートで大容量なバッグになっております。やっぱりお仕事の時はパソコンとかいろんな荷物が入る方が嬉しいので、結構大きめバッグになりがちですよね。はい、そしてルック2はジレを使ったモノトーンコーデにしてみました。ルック1は甘めなコーデだったので、次はかっこいい感じのコーデにしてみました。パンツがブラックでジレがネイビーなんですけど、全然違和感なく着れますね。そしてこちらの BG ストレートパンツなんですけど、本当にシルエットが綺麗で、ウエストゴムなのにすっきりしたシルエットになっております。テーパードタイプはいくつか持ってたんですけど、ストレートもいいですね。そしてこちらのジレなんですけれども、かなりしっかりした生地感で高見えです。ブラウスはスタンドネックになっていて、お袖にゴムが入っております。たくさんタックが入っていて、上品なシルエットになっております。どれも着回し力抜群なアイテムでした。はい、では次のコーデいきましょう。チェックプリーツスカートを合わせていきます。秋らしいグレーチェックですね。こちらに配色バンドカラーブラウスのネイビーを合わせていきます。足元はメタルモチーフパンプスを合わせてコーデが完成です。こちらに合わせるバッグはナローハンドルミニバッグを合わせていきます。荷物が少ない日とか、ちょっと会社に置いておいてランチに行く時とかに使えるバッグです。ダークブルーのパンプスとブルーのバッグで、小物の色味を統一したコーデになります。プリーツスカートはシルエットがとっても綺麗で、歩くたび揺れ感が綺麗なスカートになっております。グレーチェックで涼しげな印象になりますね。こういうダークカラー系のトップスとの相性がいいので、もう少し肌寒くなったらニットとかと合わせてもいいかなと思います。サイドチャックで着脱できるタイプで、実は後ろにゴムが入っているのでウエスト周りは楽ですね。そして配色カラーになったこちらのブラウスなんですけど、本当にオフィスコーデに大活躍間違いなしなので、ぜひ色違いもチェックしてほしいアイテムです。秋はチェック柄が着たくなりますよね。青み系カラーで統一したコーデでした。はい、では次のコーデいきましょう。 BG ストレートパンツのダークオレンジを着用していきます。さっき着用していたブラックと色違いのカラーです。こちらにチュニックシャツを合わせていきます。定番で使えるシャツですね。こちらにコインローファーを合わせてコーデが完成です。ストレートパンツとシャツの定番コーデです。定番ではあるんですけど、秋色のパンツのカラーを取り入れてみました。本当にシルエットが綺麗なこちらのパンツなんですけど、ウエストゴムとは思えないです。
身長162センチの私がハイウエストで履いても長すぎず短すぎずな丈感です。ダークオレンジというカラーなんですけど、ちょっと明るめのブラウンをイメージしてもらったら分かりやすいかなと思います。秋らしくてとっても可愛いカラーです。太ももやお尻周りはかなりゆったりしていて、実はポケットもちゃんとついております。そして定番で使えるこちらのシャツなんですけれども、少しワイドなシルエットになっていて、アウトしてきても可愛いと思います。後ろがちょっと長めになったデザインですね。こう着るとまた雰囲気が変わって着回しになるかなと思います。はい、では次のコーデいきましょう。バンドカラーワンピースを合わせていきます。秋らしいブラウンと黒の柄ワンピです。こちらにビット付きヒールローファーを合わせていきます。ワンピに合わせてダークブラウンのカラーにしてみました。やっぱり朝忙しい時に1枚で着れるワンピは本当に便利ですよね。柄系は NG な会社さんはちょっと難しいかなと思うんですけど、ちょっと緩めなところだとこのぐらいの柄はいけるかなと思います。ブラウンベースに黒のパイピングになっていて、とってもおしゃれな雰囲気になります。私の身長で膝下15センチくらいの丈感で、長すぎず短すぎないので小柄な方も OK です。前開きでボタンになっているので着脱がとっても楽ですね。透け感は気になりませんでした。生地のアップはこんな感じです。秋らしい配色が本当に可愛いです。ウエストの紐は結び方を変えたり外したりもできるので、何パターンか着回しができるワンピースでした。はい、では次のコーデ行ってみましょう。次はハイネックトップスを合わせていきます。秋冬大活躍なアイテムですね。こちらにキーネックジャンスカを合わせていきます。ジャンスカはオールシーズン使えるアイテムなので、1枚持ってると本当に便利ですね。ルックシックスはジャンスカコーデにしてみました。足元はローファーを合わせて、カジュアルだけどきちんと感の出るコーデにしてみました。ジャンスカの丈感は私の身長で膝下20センチくらいになります。固めの生地感で肉感を拾いにくいのが嬉しいポイントです。後ろにスリットが入っているので歩きやすさも抜群です。ゆとりのあるストレートシルエットで、両サイドにポケットがついているのも嬉しいポイントです。ちゃんと裏地もついているので透けも気になりません。結構深めのキーネックになっていて、インナーもしっかり見えるので、インナーしないでだいぶ雰囲気が変わるかなと思います。もう少し寒くなったらニットと合わせてもいいし、逆に春夏だったらノースリーブとしても着れるので、オールシーズン大活躍なジャンパースカートコーデでした。はい、では次のコーデいきましょう。次はデニムコーデにしていきます。カジュアル OK な会社さんだったらデニムもいけるかなと思ったので、デニムコーデも提案していきます。足元はヒロインバレーシューズを合わせていきます。そして大容量なハンドル A4 トートを合わせてコーデが完成です。デニムはちょっと濃いめのブルーにしたので、秋冬も大活躍なアイテムです。足がほっそり見えるストレートシルエットで、丈も長すぎず短すぎず使いやすいです。かなりストレッチが効いているので履き心地が抜群です。結構デスクワークとかだと硬いデニム地味にしんどいんですよね。バレーシューズで通勤たくさん歩く方もガシガシ履けるタイプかなと思います。ハイウエストで足長効果も抜群です。そしてこちらのニットジレなんですけれども、ボタンが見えないようなデザインになっていて、脇の開き具合はこんな感じです。ペプラムシルエットなんですけど、そこまですごい広がってる感じではないので、派手すぎず使いやすいアイテムかなと思います。はい、では次のコーデいきましょう。七分袖異素材ワンピースを紹介します。朝の忙しい時に大活躍なワンピースです。同色なので分かりにくいんですけど、実はお袖が異素材になっているワンピースで、身頃の部分はカットソー素材になっていて、柔らかい生地で着心地が抜群です。足元はローファーを合わせてきれいめなコーデにしてみました。私の身長で膝下20センチぐらいで、ちょっと長めにはなってるかなと思います。柔らかい素材なのでペチコートは履いた方がいいかなと思います。ポケット付きなのも嬉しい。トップス部分はこんな感じです。ふんわりしたお袖も可愛いですね。ベルトを使ったアレンジも紹介します。ウエストマークしてメリハリをつけました。こちらにテーラードジャケットを合わせて、ちょっとお客さんと会うビジネスシーンでも着れるアイテムです。裏地もしっかりついていて上品なグレーなので、1枚あるとお仕事で大活躍なジャケットかなと思います。
ついついパンツと合わせがちなんですけど、こういうワンピースとの相性もいいので、ぜひ試してみてください。はい、というわけで今回はハニーズの秋のオフィスコーデ8コーデを紹介しました。徐々に気温が下がってきて、どんな服着ようか悩んでる方も多いかなと思うんですけれども、ぜひ参考にしてもらえれば嬉しいです。今回の私のお気に入りコーデはルック1とルック4です。皆さんのお気に入りもコメントでぜひ教えてください。この動画が参考になったら高評価とチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。